ここからスタートするわ、動画。リュウジ君がシューってされてるところから。おはようございます。おはようございます。違う、使い道違う。臭いっすね、これ。味は？やばいって。ゲレンデマジック。可愛い子がいっぱいいるってことですか？可愛い子は可愛くなるのか。そこはイケメンにならんから。撮ってた。撮ってます。カベさん、今日はここどこですか？リアル言っていいですか？リアルで。分かってないです。俺寝てたんですよ、駅の車。ここどこって感じです。かわいい。みんなかわいい。みんなかわいい。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、どこに来てますか？ここは、どこの上？どこの上？やめてもうほんとやめて。ね、リュウジ君の方にめっちゃ偏っとらん？あれ撮ってこう。今日は乗り換え道場スノーボーブ。うわー怖い。スノーボーブ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 。ついに始動ですね、スノーボーブ。今日のメンバーは？今日のメンバーは、リュウジさんとカンタさんとペコちゃんと、みどりちゃん。みどりちゃん。と、岡部です。岡部です。岡部です。岡部じゃあ、一回、また、次のカットへ。ペコさんが降りてきてます。あ、そう、ここ、みんな。うわー！やばい！すごいすごいすごい。全然混んじゃん、岡部とカンタ。待っとるけどずっと。置いてってもね。早っ。すごい。おかべ。
何が起きましたか、岡部さん。ポケットがメッシュ素材で中に入ってきて中で固まりました。じゃあ上から行きましょうね。じゃあ上行こう。ニット帽もいらんわ。凍るよね、ニット帽とかってさ、あんまり雪にベタベタになると。初心者は被るべきじゃないよね、ニット帽。飛んでくしさ、固まるし。この感じだと。間違いない。ヘルメット借りてこよかった、社長に、黄色いの。すごいんですよ、もう。じゃあもみあげ。冷た。俺だって愛知来る前は雪好きだったんです。あんまないから。大っ嫌い。なんで？なんで？だっていいことないじゃないですか。仕事の時は鬱陶しいし。もう埋められるし、もう雪いらない、マジで。どう？楽しい？楽しいっす。楽しいっすけど、ケツが痛い。ケツがマジで痛い。伸びすぎだって。首が痛いじゃないの？いや、首も一回やられました、本気で。俺もうこれ行ったわと思って、首。終わったと思ったんですよ。明日痛いよ。痛いっすか？ムチ打ちってやつですか？何買ったんですか、あんないっぱい。あ、酒やる。酒やる。一人の量じゃないの、ね、普通の量が。目についたものは全部あるかな。目についたものは全部。どうもさん。ちょっと。一気で。マジっすか。ボトしてもいいですけど。自分置いてかれて、置いてってください。持ってて、ね、滑るんですよ、本当にいなくなると思う。さっきしたら絶対車から降りないですよ。降りないじゃないですか、多分いないと思う。この辺降りない、この世に。やばい、それあってボロボロやって痛いのが そんな感じで終わると思ってるだろう。はい、明日だったらすげえな。もっとひどいからね。すげえだろ、複数よ、お前。朝からもう痛い。朝から朝から多分首曲がらない。長いですよ。長野です。キモい。もう短くなったからできる。自分地元でキモいとかあんまり言われたことないですけど、キモいですかね。もみあげがおっさんなんだよ。もみあげは借り続けてないとダメなんですよ。もみあげがおっさんって初めて聞いた。なんかあのリュウジ君のやつはシュってなっとるけど、岡部のやつはパッて開いてっとるもん。シュージの最後になってる。辛いみたいな感じ。ちょっとなんかもみあげいじりやめましょう。もみあげいじり結構なんかやだ。結構なんかどうですか、岡部さん。もう体中痛いっすね。一日の成果を見せてよ、どれぐらい上手くなったか。私がさ、変わっていっちゃいますよ。お願いします。ちょっと早すぎましたね。
まだ乗る気じゃね。あそこにリュウジさんとかいるんで、かっこよく登場したい。かっこよく、かっこよく行きます。いいの？でもだいぶできるよね。早くないですか、なんか。ちょっと早いっすよ。まだまだまだ。よいしょ。かっこよくかっこよくないけど。回りました。すみません。お疲れ様です。撮ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何でしたっけ、あの高須スキー場ダイナランド。ダイナランド。マジ疲れた、ね。疲れた。久しぶりすぎて疲れたね。俺で2年ぶり。俺も2年。2年前ってあんなできるもんじゃん。俺ら1年か。うちの1年じゃない。去年だけだもん、行ってないの。4年ガチで4年4年でやんない。しかも1回行って友達とそれっきりする。その時どうだったら。でもあれと一緒する。まあまあ面白かったよね。ずらいしてるかと思ったもんね。来月もね、休みが取れたら売り替え道場スノーボーグ副部長だから。え、あんな下手なんですか。やったじゃん、任命されたじゃん。特攻隊長じゃなくて。あれで特攻するとマジで死にそうになるじゃん。めちゃくちゃ怖い。大きい事故にならんでよかったなっていうレベルだったよね。確かに。本当。まだお前、まだマシだった。本当ですか。うん、もっとやる、ショーが一番やるから。もっと突っ込むんすか。もっと突っ込むから。部長。まだお前、副部長か。あれよりやばいってやばいですね。怖っ。まあまあこったね。まあまあこけました。何回ぐらいかかるの。ずっとこけとって。じゃあ最後の方は誰の 3D になってそうですね、うん、ちょっとだけ。次は上から下までもんとパッと入れてもらったらいっぱい体に。あー、まあ、確かに。でも無敵だよ。無敵っすね。養生剤巻いとく。一応腕の長さでカットしてお尻とそれでも悪くないですね。あったかそうだし次は翔さんも来てほしいですね。だね、今度はみんなで行けるよね。そうだね、確かに。じゃあそんな感じで、はい、はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。みんなが喜ぶコメントもたくさんお願いします。はい、また見てねー。